皆さんどうも、おかみです。今日は厚揚げオニオンスライスを作っていきます。材料です。木綿豆腐、玉ねぎ、万能ネギ、おろし生姜です。こちらの豆腐は水切りしてあります。水切りしていない豆腐でもできますが、水切りした方が大豆の味が濃くなって美味しいです。時間がない方は電子レンジでチンすると早く水切りできます。こちらの白い玉ねぎは新玉ねぎです。彩りにアーリーレッドも使います。それではまず豆腐を揚げていきます。鍋に油を注いで熱します。鍋はできるだけ豆腐のサイズに合ったもの、ギリギリのサイズのもので、高さのあるものを選んでください。180度になるのを待ちます。油が温まってきたので温度の見方を説明します。こういう木とか竹の菜箸を用意してください。でこれを入れます。5秒ぐらいで細かい泡が立ったら、これが160度ぐらいの目安です。次に170度の目安です。1、2、3、3秒くらいで細かい泡が立ち始めたら170度の目安です。次に180度の目安です。菜箸を入れて大きな泡がすぐに立ったら180度です。それでは豆腐を入れます。やけどしないようにフライ返しにのせて入れてください。うわ、すげえ。はい、こんな感じです。しばらく揚げます。豆腐を揚げている間に野菜を切ります。アーリーレッドと玉ねぎは薄くスライスします。新玉ねぎも皮を剥いて薄くスライスします。ネギはこの根っこの部分を落として5センチくらいの幅に切っておきます。ジャブジャブ。2、3分水にさらします。今5分経ったところです。ひっくり返します。はい、裏はこんな感じですね。またしばらく揚げます。水切りしておきます。今5分経ったところです。引き上げます。ちょっと焦げちゃいましたけど美味しいと思います。うん、いいですね。うわ、美味しそう。おお、熱い。皆さん、やけどしないように気をつけてくださいね。お皿に厚揚げを盛り付けたら、おろし生姜をたっぷりのせます。もうやりすぎなぐらいのせてください。この一切れの厚揚げに小さじ1杯ぐらいずつの、もうやりすぎなぐらいやってください。そうしたら上から玉ねぎをたっぷりどっさりのせます。はい、こうふわっと天盛りしてください。はい、そして彩りに万能ネギをかけたら出来上がりです。はい、完成です。いただきます。食べるときは醤油をちょっとだけ垂らします。うん、うん、最高、最高です。めっちゃ美味しい。揚げたての、揚げたての厚揚げにたっぷりの生姜、
そして新玉ねぎのオニオンスライス、うん、最高。これは日本酒か焼酎が合いますね。生姜でとってもあっさりしているので真夏にもぴったりの一品です。皆さんおつまみにぜひ作ってみてください。それじゃあまたね、バイバーイ。